文化系トーク YouTube グランパンパースです。日プツ見ました。今回はポジションバトルの後半戦ということですね。そして順位発表とかベネフィット、そしてさらにこの次のコンセプトバトルへの流れというものがありまして、今回も盛りだくさんでした。順位脱落者発表いませんみたいな、そこの流れというのはね、すごくドキドキしましたけれどもね、アントニー大丈夫かなみたいなことを思ったりとかね、アントニー君の順位に関しては先週の時点で分かっておりましたしね、あれが来た瞬間、ああ来たかと思っちゃってね、アントニーが悲しむ姿は見たくなかったが、見るしかありませんでしたね。もちろんね、これから上がっていけばっていうところもあるし、最終の順位を見たらね、ちょっと上がってましたので、どうなるかっていうところでね、やっぱね、今回も思いましたが、日プ2はね、本当に、全体のレベルが高いなっていうのをね、改めて思いましたよね。で、私としてはやっぱり中野海保くんチームのラップのところが良かったんですが、あれはね、またちょっと別個で語りたいなって思うところもあるんでね、ちょっとそこもありますよ。まず今回はね、ケンダさんのラップのトレーニングのシーンがちゃんといい感じにね、映されておりますし、そこに関してはすごく良かったなって思うのと、あと今回の練習生、やっぱりね、ラップ曲好きな子多いなっていうのがあって、いや、それは素晴らしいことですよ。どうしてもね、グローバルチーム、グローバルグループ目指すにはラップが必要ですから、好き嫌いあるのは知っておりますが、絶対に必要なんですよね。そこのところは、いまだにやっぱり日本の方は、ラップの重要さっていうのが、まだ伝わってない場合があるんですがね。致し方ないですね。これから。ね。で、最初の、チーム、高塚博くん、それから、篠原瑞希くん、松本明平くん、福田あゆたくんのチームですけどもね。いい感じでしたね、ここね。ヒロム君はやっぱり歌が上手いっていうところがあるし、松本明平君のリーダーシップっていうところもそうだし、なんかね、テルマさんがね、マーテル先生が言ってたのが、電気を消して声だけでね、歌うとね、なんかこう、すごくいい感じになるっていうね、実際それでいい感じになってましたし、あれね、そのこと、私がラップやってた頃にそれ知っていればよかったなってちょっと思ったかな。あと、10年若ければね。10年で言ってるけど、そんな10年でもねえんだよ、そういえばな。篠原くん良かったですね。確かなことがあるならば、で拳をググってやるところとかのあれとか良かったですよ。で、ラップチームね、クロールアップチーム、言えてなかったですけど、今私も言えなかったな。クロールアップチームね。ここが良かったですね。やっぱラップはね、上がるわ。今回のこのラップチームね、すげえなって思ったんですけど、練習生もそうだし、トレーナー陣がね、スガイちゃん先生はいなかったけれど、4人の先生がもう本当にすごい、盛り上がっててね、健三さんも奇跡だねって言ってたしね、あの感じ、本当なんか想像へのトレーナーみたいに見えた、想像へっていうのは中国のね、オーディション番組なんですが、あんだけ上がってるトレーナー陣見るとこっちも嬉しかったですね。自分が書いたわけじゃないのにね。中野海保くん、伊豆くん、村松くん、それから大和田くんね、この4人はそんなにやっぱりその当時ね、順位が高くなかったのもあったので、リリックのテーマが這い上がるっていうね、這い上がる、これですよ、這い上がるっていうコンセプト、これこそね、このテーマ自体がもうすでにね、ヒップホップなんでね、素晴らしいことですよ。そもそもヒップホップは這い上がる、成り上がるための音楽ですから。でね、リリックもね、4人分ね、出てましたから、またちょっとそれに関しては、また別個で考察していきたいなっていうふうに思っておりますけれども、まずね、ケンダ390さんとの、フリースタイルでのね、やりとりのシーンもあったし、あれ良かったっすね。そう、ああいうのがね、いっぱいあった方がいいんだよ。あれでラップってのがね、どんだけすげえのかっていうのがわかるし、あれ、即興でやってますからね、そこのところの凄さっていうのが皆さんに伝わればいいなって思っている。で、中野海保くんがラップ担当だっていう意識が日プ2、この会場来てっていうか、今回の番組来て高まったっていうところ、ラップ担当、完全に海保くんね、ラップ担当としてもう頭角を現してきましたよね。このまま次進んでいってほしいなって思うし、なんだったら日プ1の時の無念を、ぜひね、今回の日プ2ではね、ラップ好きな国分には晴らしてほしいなっていうふうに思っていますよ。海保くん本人もそのつもりで来たんじゃないのかなっていうふうにも思うしね。で、福田くん、森くん、小林くん、尾崎くん、寺尾くんの BTS ダイナマイトチーム、ヒドゥンチームですね。で、実力者とか人気メンバーが揃ったチームではありますけれども、
小崎くんがね、自分の殻を破るところとか、もともと活動していた時の誹謗中傷の話とか、なんか小崎くんのその過去とかね、内面というのが見れて、ちょっと良かったなっていう風な気がしました。でもまあ苦労もしていたんだなと。なんか小崎くんね、すごくいい子だし、なんかこう実力も人気もあるんだけど、いまいちこうなんか弾けてない気は本当にしていて、でも今回のあれできっかけになって弾けられたんじゃないのかなっていう気がするので、今後また期待をしていくところになりますね。で、上田くん、坂本くん、小堀くん、四ツ谷くん、笹岡くんのあのチームね、ここボーカルがすごい上手いチームっていうところなんだけれども、でも順位がそんなにね高くなかったわけですよ。またちょっと最後の順位が変動してるんでね、そこもまあ全部当てはまるわけじゃないですけど、四ツ谷くんがねリベンジャーズのこと、まあ小瀬くんの件もそうだし、他のリベンジャーズ参加できなくなったっていうか脱落しちゃってるんで、前回ね書類審査でしたっけ、そちらで落ちちゃったっていうところのことで、四ツ谷くんね、でもね木村くんの件とかからあってすごい幸運の持ち主だなっていうところもあるけれども、その分ね責任感も強いなっていうところもあって、好感が持てました。で、坂本くんね、これ菅井ちゃん先生に、菅井ちゃん先生ってさっき書いてるの、菅井先生にもうナンセンス、あなた歌に向いてないわって言われたんだけれど、でも結局いや坂本くん、今回のは坂本くんのためのなんかやつだったようなところね、坂本くんと小池くんかな、うん、いや順位がね最終的にすごい変動したわけですよ。これはまあベネフィットのおかげっていうところもあるけど、まあ、こんなに変動するとは思わなかった。まあ最終順位はまた変わってまして、田島くんが1位、木村くんが2位になってましたけれどもね。でも菅井先生ね、やっぱりこう番組側としてなんか面白く編集されてる感じはしますよね。なんかデンデデン使わせないためにスキップで来てみたりとかそういうところとかね、本人分かってんだなって思いましたよ。そう、菅井先生が出るときいつもターミネーターの音楽があってね、それを使わせないためっていうためにスキップでやってきたっていうね、あれあるから今後使わないようになるのかな。なんかやっぱ菅井先生いろいろ持ってっちゃうんですよね。菅井先生とそれから中曽根先生がいろいろ持ってっちゃうところ多いよなっていうね。で、他のね健澤先生、テルマ先生、健三先生もね、いい感じでトレーナー陣の分量もいい感じでねあってね、良かったなって気もするし、みんなトレーナー陣がやっぱり熱い人が多いですね。ていうかみんな熱いですね。で、セブンティーンチームというかね、まあ木村雅也くんのチームになりますけど、木村くん、西島くん、柊くん、テコエくん、小池くんというところですよね。で、なんかね、テコエくんね、ちょっと伸び悩んでるなっていうところで、順位も結局さっき見たら一番下でしたからね、まあそんな風になっちゃったかっていうところがあって、西島くんと柊くんも殻を破りたいみたいなところの話はずっとしてますよね。なんかこう実力者ではあるっていうところで、西島くんなんかに関しては、なんかこうね、ただやっぱり最初に期待していた感じにはなっていないっていうのが私の個人的な意見ではあるかなと。うん、その分他にすごくね、いい感じになってる。中野海保くんなんか本当にそうだしね。まあ池崎理人くんもそうだけれど。で、今回この木村くんとかもいるチームで、小池俊二くんがセンターをやって、で、結果的にベネフィットももらったわけですよね。そこは本当にすごいなっていうふうに思う。で、木村雅也くんがやっぱり実力もあるんだけど、なんかこう周りをこうサポートする方にこう最近は専念しているような感じがしていて、まあそれが木村くんのいいところなのかもしれないけれども、なんだろうな、周りを気にしすぎている感じが最近はするんで、なんかもっと前に出てもいいのになって最近はちょっと思い始めていますかね。まあただ全体がどうしても見えるタイプだからっていうところもあるんでしょうね。だからそれもあって全体見たくなっちゃうっていう、まあ田島くんと同じタイプだなっていう気がするけれど、やっぱりそういう意味でも木村くんと田島くんはね、ライバルだなって、いい感じのライバルだなっていうふうに思いますね。で、柊くん振り覚えるのに苦労したりとかいろんなこともあったけれども、まあセブンティーンチームはね、まあいい感じで、うん、まとまりまして良かったなと思います。で、結局ボーカル、ラップ、ダンスのベネフィットでの1位がやっぱりこれ意外だったわけですよ。ただラップに関しては中野海保くんっていうね、まあもう誰が見ても明らかにそうだろうっていうところで、ここはまあ意外じゃなかったんですけれども、まあでも、それでもやっぱりトップチームのところの人たちよりも、やっぱラップのことに関しては中野くんなんだなっていうところになってね、まあそれ良かったと思います。私やっぱり福島玲二くんがね脱落しちゃったところは悲しいんだけれども、その分中野くんと池崎くんに頑張ってほしいなと思っているし、あとその2人以外にもね、結構やっぱり西くんにしてもそうだし、田島くんもそうだけど、ラップやりたい子が多いっていうのが嬉しいなっていうね。
で、あのグースバンプスに木村雅也くんも来たっていうね、グースバンプス、まず次回以降のいわゆるあのコンセプトバトルだけれども、まあクンジキターに当たるラップ曲になると思うんですけれども、そこにみんな集まるっていうところがねすげえなっていうふうに思って、いや今回あのポジションバトルの時もラップ曲が先に埋まりましたからね、ラップ好きな子多いのはねおじさん嬉しいっすよこれね。日部2はだから本当にそういうふうにラップがいい感じのチームが本当にできるんじゃないのかなっていうふうに思いますよ。まあ、JO1 とやっぱり色分けをするためにもラップが強いチームを作った方がいいですからね。それもちろんね、さすがにもうねいろいろ分かってきたと思うな。結局あの K-POP でもあのすごく売れてるチームっていうか、あの世界的にもちゃんとこう認知されて売れてる人たち、まああの BTS をはじめブラックピンクとかね、ストレイキッズとかもそうだけれども、やっぱラップが強いんですよね。で日本でいうところで言うと、まあ NiziU は結局、私は NiziU はね、あのラップのマユカとそれからリマが結構肝だと思ってるんで、やっぱあそこもラップありきだと私は思ってるんです、私はね。うん、でやっぱりオルビットですよね。オルビット、ジュン君がいる、ユンドン君がいるんでね。そうで、ボーカルがね、あのちょっと話が前後しましたが、坂本浩輝君がボーカルで1位を取り、そしてダンスでは小池俊二君が1位を取り、そして順位の方も結構上位の方にいたと、中野君も含めていい感じだと思います。坂本君と小池君に関しては私はあまりピンときていないのだけれども、まあ中野海保君は本当にラップ担当として頑張ってほしいなって思うし、やっぱ彼のねラップのリリック、あの番組で見たところがありますが、まあ彼は本気だなと思いましたよ。あのすごい、彼はやりますよ絶対に、そう思いました。まあラップに関してはね、あの冒頭でも言いましたけれども、別個で動画で語らせていただきます。来週はですね、あのあれですね、あのコンセプトバトルの方でのまずメンバーが決まって、それからそちらの方のあのまあバトルまで行くんでしょうね。もうそろそろ日プ2もね終盤戦ですから、まあそろそろですよ。寂しいですけれどもね。まあそれから推しが脱落しちゃったりした人もすでにいらっしゃるでしょうけれどもね。まあ本当に、気持ちを強く持っていきたいなっていうところは思っております。はい。ではそんな感じで全体を俯瞰して、さらっと感想として述べさせていただきました。次回以降も楽しみです。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンバースでした。